富山競輪場は、富山県富山市岩瀬池田町にある競輪場。主催は、富山市。競技実施は、JACA中日本地区本部中部支部。愛称は、ドリームスタジアム富山。施設所有者は株式会社、増田酒造店からチャリロトを運営する、株式会社チャリロトに変更されている。富山競輪場は1951年4月に、開設された。寒冷地の競輪場であるため、本場での開催は、春から秋にかけてのみ行われる。開設記念競輪は、瑞宝立山賞争奪戦が開催され、開催2日目のシード優秀競争は、富山県の名峰、剱岳にちなんで、春峰博士賞の名称で行われる。なお、記念競輪は、近年8月に開催されていたが、2017年は、元の時期である6月に行われる。また、1995年、1996年、2001年、2006年には、ふるさと、ダービー富山が、2016年には、共同通信社杯が開催された。マスコットキャラクターは、ライちゃんで、それにちなみ、ライちゃんカップも開催されている。トータルゼータシステムは、日本ベンダーネットを採用している。2010年度より株式会社 JPF による開催事務の包括委託が行われている。また、同年8月13日より手芸活式投票にあたる K-Dreams の発売を開始した。ただし本場や競輪場外車券売り場では購入できず、会員制のネット販売に限定される。2014年度の車券売上額は97億7416万円で、6年連続の減少。1972年度以来42年ぶりに100億円を下回った。一周333メートルの単走路バンク。カントがややきつく、風がバックストレッチで追い風となるため、逃げ先行の選手だけでなくまくり、中心の自力選手にも有利である。特筆すべきところはセンター及びバックの走路が極度に狭いことである。1990年にバンク改修が行われたが、センターはあまり改良されず現在のようになった。一目見ると非常に扁平で押しつぶされた形になっていて、センター部ではカントの割に際立っており、バンテセリをしている選手がバランスを誤り落車してしまうことが多い。あまりに多いため欠場選手の補充が足らず、最終日で6社立てのレースを開催したという主催者。中瀬なところがある。また、このバンク改修が行われるまでホームの幅が狭いため、危険防止のため、9社立てのレースを行わなかった時期もある。だが、バンク改修後は、グレードレース開催が多く地方競輪場の中でも有料である。バンク形状が自転車競技用ピストに近い333バンクであることから、世界選手権などへ派遣される選手の合宿等にも、よく使われる。なおバックスタンド裏は岩瀬浜とつながった運河となっており、吹き込む海風に注意が必要となっている。ありがとうございます。